はい、皆さんこんにちは、ドトコムドトコムです。パズルオブド4実況プレイパート51ということで、チャレンジモード5周、あ、違う、全然違う。全然違う。チャレンジモードの9周目ですね。やっていきましょう。はい、今回は、そうだよね、前回グラムだったけど、今回デビルですね。じゃあ早速行きましょう。はい、ステージ1、急ぎ急ぎということで、行ってきます。おい。急ぎ急ぎの要素じゃないっつうの、これ。ちょっと噛んだしね。要所とか言っちゃったし。要所じゃねえよ。この辺か。オッケー。視点が1個消える。ちょっとね、これ、急ぎ急ぎ、これ、丁寧にやらないとダメだからな。で、こうでしょ？とりあえずこの、あ、しまった。間違えた。この辺か、全然違いましたね。これ、急ぐんじゃなくてさ、丁寧にやらないとダメだよね。で、OK。ここは消えればなんとかなった。ちょっと待って。ひどい。これはひどい。47秒だよ。はい、1の2。え？お？え？え、ちょっと待って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 。やっぱそうか、そういうことか。だって視点が見えなくて、なおかつ、ああいうくっつき方したらそう考えざるを得ないですよね。はい、お約束の点数です。はい、1の3。これは視点が、紫、赤、青、オレンジか。いや、一応上にちょこっと見えるのでね、それで判断してるんですけど、ちょっと待って。ちょっと待って、まずこうやっといて、出る色は減らせればいいんだけど、何色がいいかな？もう何色もいいや。とりあえず何かしら色が減らせればそれでいいと思うので。むしろそれでちぎれるっていうのは、大量にちぎれるって期待はできないですよね。ちぎる。ちょっと、しまった。ちょっと待って。赤を待とう。ちょっと待って。OK。ちょっと待って。で、こうで、ちぎる。OK。ひどいな、これ。1の4。これは何色狙えばいいんだ？ちょっと待って。まず、ちょっと待って。予想外だから予定変更。緑、白、で、青で、あ、黒は文字域で消そう。OK。で、赤しか出なくて、あとはこれ消す。OK。まあ、これは作戦勝ち。予定は変わったけどね。1の5。ラストですね、ステージ1では。これは、とりあえずちょっと奥までたどり着かないと話が始まらないとか、そこまで頑張って粘りますか。ちょっと待って、いろんな色出るね。ちぎるでしょ、今ので。で、これ成功法でいった方が手っ取り早いね。ちょっと待ってよ。いろんな色が出ちゃうな。ちょっと待って。下り具合がひどいぞ、これは。オッケー。で、紫が2連続で来てくれた。ちょっと待って。
右側が全然消化できてね。で、ちょっと待って、ちょっと待って。オッケー、知恵だ。いや、ちょっと待って。なんだよ、これ。これ、急ぐレベルじゃないって、絶対。ブラムの1の時もそうだけどさ。いや、これタイムボーナスないよ。ほら。81秒とかひどいよ、これ。これで結果言うっていうのはなんでだ？多分1の3のおかげかな。はい、ちょっと待って、ここでいきなりグダるとは思わなかったね。はい、ステージ2です。たくさん落とそう。うわ、わかりやすい。わかりやす。まあ、失敗したけどね。わかってはいたけどな。違って。赤出るのか。出るよね。確かに出るね。これどうしよう。ちょっと待って。緑が2連続できたから。あ、ダメだ。あそこ青狙えてたらな。はい、2の2。え？お？これもしかしてこういうこと？はぁ？ちょっと待って、2の2を、あれはちょっとあんまなかったということで2の3言ってますけど。これは何を狙えばいいんだろう。上が見えないんだけど。経面デザインで上、あ、経面じゃない、これ J 面か。J 面デザインは上が見えない。スターバブルか。なんだ、じゃあスターバブル消せばよかったんじゃん、普通に。一生なんか損した気分になった。ちょっと待って、いろんな色が出るね。まあ、デフォだからしょうがないんだけど。OK。とりあえず適当に OK。Yeah。 はい、2の4です。はい、これもわかりやすいね。まあ、これは言うことないでしょう。失敗した。あ、また失敗した。引いて。OK。いや、ひどい。2の5ラスト。これ。これもわかりやすいっちゃわかりやすいんだけどな。もういいや、普通にやろう。こちらかっていうと、最近の2面はなんか、形式が分かりやすくなってきた。だっていかにもって感じの配置が多くなってるね。でちょっと待って、でこうしとくでしょ。もういいや、あとは適当で。うん、まあしょうがないよ、結果勝って。ああ、しょうがない、しょうがない、しょうがない。まあ、そこはしょうがないよ。うん、しょうがない。